大日古墳は、山口県豊富市高井にある古墳。形状は一説に、前方公園墳。国の史跡に指定されている。前方公園墳とした場合の墳丘右に、推定公園部と石室、左横に推定前方部。山口県南部、豊富平野北西部の沢川右岸において、豊富平野を見下ろす西目山山六の大地上に、築造された古墳である。 これまでに推定前方部は墓地化しているほか、発掘調査は実施されていない。墳景は前方部を南西方向に向けた前方後円形とする説があるが、時期の観点から疑義も強い。前方後円墳とした場合には、墳球長約40メートル、後円部直径20メートル弱を測るとされる。墳球表面で埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、 両袖式の横穴式石室で南方向に開口する。奈良県の岩屋山古墳に類似する、機内系の岩屋山式石室になる。石室全長13.2メートルを測る、山口県内では最も長い石室であり、石室の原室内には、兵庫県加古川流域産の清掃、ハイアロクラスタイト製のくり抜き式毛型石棺が据えられる。副葬品は明らかでない。 この第二地古墳は古墳時代終末期の7世紀後半頃の築造と推定される。岩屋山式石室、辰山石繊維栄型石棺の採用に機内との極めて強い結びつきが認められるとともに、本古墳の築造前後で在地性古墳にはほとんど影響が認められない点でも、当時の政治情勢を考察する上で重要視される古墳である。 被装者は明らかでないが、傍聴風土中心案に載る伝承の中には、くだらの臨床大使の墓に当てるものがあるほか、当地のあがた主である、派生の死でに否定する説、キメミコの貧窮に否定する説などが挙げられている。古墳域は1948年に国の史跡に指定されている。石室原室中央に栗抜き式形型石棺。主体部の埋葬施設としては、 両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材には、加工岩の割石が使用されている。原室は、奥壁、側壁とも三段積みで、沿道は一から三段積みである。石室の形態としては、原室の側壁上部が内径する点、沿道の天井部に段差をつける点などで、 岩や山古墳と同様の特徴を有しており、岩や山式石室と捉えられる。平面型としては、岩や山古墳石室を一回り小さくしたもので、原質の大きさは4、5、沿道部の長さは3、4である。ただし岩や山古墳石室とは、霧石、割石、積み上げ段数、シック無ムの点で相違する。石室内の原質中央部奥壁よりには、 栗抜き式系型石棺が据えられる。石棺の石材は、兵庫県加古川流域産の清掃、ハイアロクラスタイト製。石棺の大きさは次の通り。外石の上部平坦面指数は62。外石には、前後1体、左右2体の、計6個の縄掛け突起を付す。山口県では唯一となる、家型石棺の例である。ありがとうございます。